華道は自然を愛し命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の主体の一つに飛躍体というものがあります。竹筆でかすれたように文字を書くもので、中国公開時代に創設されと伝えられ、東路時代に盛んになりました。日本に伝えたのは空海です。その飛躍体の中に長寿などの姿を書いたのが花文字と原点と言われています。花文字は墨書でしたが、朱色が入り、またさまざまな色が入り、カラフルになれました。今ではお祝いに贈られます。華道は自然を愛し命を大切にする文化芸術です。華道は自然を愛し命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の主体の一つに飛躍体というものはあります。竹筆でかすれたように文字を書くもので、中国の公開時代に創設されと伝えられ、東路時代の盛んになりました。日本に伝えたのは空海です。その飛躍体の中に長寿などの姿を書いたのが花文字と原点と言われています。花文字は墨書でしたが、朱色が入り、またさまざまな色が入り、カラフルになれました。今ではお祝いに贈られます。華道は自然を愛し、命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは、植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の主体の一つに飛躍体というものはあります。竹筆でかすれたように文字を書くもので、中国の公開時代に創設されと伝えられ、東路時代の盛んに日本に伝えたのは古代です。その飛躍体の中に長寿などの
書いたのが漢文字と原点と言われてます。漢文字は水種でしたから、朱色が入り、また様々な色が入り、カラフルになりました。今ではお祝いに贈られます。Thank you.
今日の創作のテーマは植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の正体の一つに平たいというものがあります。赤船で走ったように文字を運ぶので、中国崩壊時代創設されと伝えられ、通る時代佐賀にありました。日本に伝えたのは古代です。その飛躍隊の中に巨人の姿を描いたのが花文字と天元と言われています。花文字は水晶でしたが、朱色が入り、またさまざまな色が入るカラフルになりました。華道は自然を愛し、命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の宿題の一つに平和というものがあります。赤船で走ったように日本に伝えたのは古代です。その飛躍隊の中に巨人の姿を描いたのが花文字と天元と言われています。花文字は水晶でしたが、朱色が入り、またさまざまな色が入るカラフルになりました。華道は自然を愛し、命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の宿題の一つに平舞台というものはあります。赤船で走ったように文字を書く、中国の崩壊時代に創設されと伝えられ、通る時代の盛んになりました。日本に伝えたのは古代です。その飛躍隊の中に巨人の姿を描いたのが花文字と天元と言われています。花文字は水晶でしたが、朱色が入り、またさまざまな色が入り、今ではお祝いに贈られます。華道は自然を愛し、命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の宿題の一つに平舞台というものはあります。赤船でかすれたように文字を書くもので、中国の崩壊時代に創設されと伝えられ、通る時代の盛んになりました。日本に伝えたのは古代です。その平舞台の中に巨人の姿を描いたのが花文字と天元と言われています。花文字は水晶でしたが、朱色が入り、またさまざまな色が入り、カラフルになりました。今ではお祝いに贈られます。華道は自然を愛し、命を大切にする文化芸術です。今日の創作のテーマは、植物の持つ無限のパワーの誕生です。私にとっての生け花は命の輝きをお花で表現することです。漢字の宿題の一つに飛躍隊というものがあります。竹筆でかすれたように文字を書くもので、中国語崩壊時代に創設されと伝えられ、通路時代に盛んになりました。日本に伝えたのは
空海です。その非白体の中に長寿などの姿を描いたのが原文字と原点と言われています。原文字は墨書でしたが、朱色が入り、また様々な色が入り、カラフルになれました。今ではお祝いに送られます。